皆さん、スクエアテープチャレンジって知ってますか？スクエアテープチャレンジっていうのは、床にこういった青いテープを四角く貼るんですね。で、その中にフレンチブルドッグを入れると、その青いテープの枠から出ることができなくなってしまうっていうものなんですけれども、何本か僕そういった動画見たんですけど、割とね、青い枠から簡単に出れちゃう子たちが多かったんですよね。で、それがフレンチブルドッグじゃなくて、いろんな生態でやられてる方がいました。ただチンチラでやってる方いないんですよなので今回はチンチラのプーちゃんにスクエアテープチャレンジやってもらいたいと思います。ちなみに皆さんはこの青い四角のテープの中からプーちゃん簡単に出れると思いますか？僕はどうだろう、多分だけど、プーちゃんのことだから好奇心旺盛で、最初はテープを気にするけど、その後は簡単にポンと飛び跳ねるなり踏みつけるなり、わからないですけど出れちゃうんじゃないかなって思うんですよね。まあ、その辺も踏まえてどうなるのか見ていきたいと思います。じゃあ早速プーちゃんにやってもらいたいと思います。早い早いプーちゃん早い